空港着きました。新石垣空港ですか。なんかこの前到着した時はなんか夜だったから暗すぎて全然映ってなかったんですけど、なんかこんな感じの空港デザインですね。今もう天気良くなってきてこんな感じで、こんな感じですかね。で、これ今乗ってきたバスですね。この路線バス、バス乗り場 A から乗って行きましたね。こんな感じですかね。で、こんな感じですね。あれ外観ですかね。なんかこれ新石垣ってでも結構でも建物とか綺麗だけどいつできてるんだろうか。ちなみになんか航空貨物写ってるかな。こっちにありますね。写ってるかな。図ですね。写ってないかな。こんな感じですね。こんな感じです。なんかあれですね、まあ、すっごい混んでるわけじゃないからなのかもしれないですけど、オフシーズンでなんかいいですよね。このなんだろう、程よいあの混み具合。めちゃくちゃ混んでるとなんかちょっと観光地っぽいけど、なんかちょっと静かに過ごしたいときはちょっとね、せっかく休みで来てるのにってなるじゃないですか。こんな感じです。石垣空港、もう出発するなんて、ちょっともうちょっと何泊かここで過ごしていきたいです。天気もいいからね、なんか恵まれてたのかな。いろいろ旅行しやすかったですね。そんな感じですね。まあ一応タクシー止まってるんですけど、タクシーももちろんありますね。確か3000円くらいって書いてあった気がしますね。石垣島からの空港からあの何でしたっけ、繁華街のバスターミナルらへんまで行くという感じですね。という感じ。ここから入る。
ンタカー乗り場って書いてある。レンタカー乗り場で、あれだ、ここがタクシー乗り場なんだ。てか、しかもあれだ、そうだ、やっぱ3000、2850って書いてある。25分市街地までですって、ですって。こんな感じ、タクシー何台か止まってます。なんか分かんない、比較できるとしたら私はビーチリゾート、グアムは何回か行ったことあるんですけど、またなんかグアムと違う感じですよね。なんかこっちの方がちょっと空港綺麗だな。なんかね、なんかでもこじんまりとしてっちゃしてますよね、やっぱりね。でもなんかすごい、あの、そういう観光地っぽい時に行きたい時と、なんかちょっと静かにビーチリゾート行きたいなっていう時とあると思うから、なんかいいですね、チョイスとして石垣ね、島があるという感じでございますね。まあ、グアムも今いいですね。11時40分の飛行機なんですよ。ちょっともうちょっとこっち行ってみようかな、まだちょっと時間ありそうなので。管制塔が見えたけど、取れないだろうな。あ、でもやっぱりなんか今日も天気がめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。てかタクシーいっぱい止まってる。だからあれなんだ、あの、前には何台かしか止まってないけど、タクシーと、タクシーね、いっぱい止まってる。で、あれですね、管制塔が映るかな、映ってますね、ここに管制塔が、これ管制塔が映ってる。ちょっともっとなんか映したいけど、うまく撮れない。管制塔、管制塔だと思います。映ってます、石垣空港の管制塔ですね。で、管制塔がなんか綺麗で、そうだよね、すごくわかんない。だってそういえば石垣島って、いや、民間の空港しかないですよね。自衛隊空港とかさ、そういうのなんかちょっとよくわかんないんですけど、せっかくわかんないけど、タワーがあります。あ、ここから飛行機見える、ピーチの飛行機映ってるかな。ここからなんか隙間からピーチの飛行機見える。映んないかな、こんな感じ。空港、また風が吹いてきたいう感じですね。だからなんかこっちはあれかな、その奥の方に行くとなんか空港関係の会社なのかなっていう感じでございますね。 あそこにほらピーチの飛行機見える。もう乗ってんだろう、この時間なのかな。あ、でもあれだね、石垣島ってあれだ、成田だけじゃなくてピーチいろいろ出てますもん、ね、大阪行きとかもあるだろうし、大丈夫だよね、なんか遅れたら。ここにある飛行機、ね、いい感じですね。あ、しかもこれなんだろう、髪の毛が見つけた、あれなんかちょっとこれ映るのかな、これなんだろう、なんか映ってるのかな、ね、匂いはつかなかった。なんかすごい南国の植物って感じですね。こんな感じですかね、石垣空港のお散歩、外のお散歩 Vlog、ね、こんな感じ。なんか楽しかった石垣島、2泊3日だけど、まあ、私は十分に楽しめましたね。誰かと来るならもっとゆっくりしてももちろんいいですよね。一人で来るならなんか別にもうこのくらいの2泊3日でもなんか全然いいかなって感じですけど、なんかこのお花結構何回か見ました、綺麗ですね。ちょっとうまく撮れないけど、そんな感じで、よいしょ、こんな感じじゃ
ングは終わりにしたいと思います。石垣島空港でした。はい、じゃあこの後チェックインして成田行きのピーチに乗りたいと思います。